もしもしもーし遺のなばらきょうトンネル奥のキャンプ場って広島では有名なスポットなんだけどその奥のトイレで自殺した人がトイレの壁に遺書を書いてて。 未だ残ってるって噂を聞いた。一昨年くらいの話なんだけど、友達らとそれを見に行こうってなって行ったの。トイレはなんでこんなとこに手てくらい奥にあって、すげえ怖かったんだけど、なんとかトイレに入って、遺書探してみた。そしたら壁に、わしは死にたくない。わしは死にたくない。って書いてあった。なんか驚々しい筆跡で、ちょっとびっくりしたけど、 誰かがいたずらで書いたんだと思った。その日はそれで帰ったんだけど、また違う友達と、なばら京に行こうって話になった。落書きしかないって言ったんだけど、行くとこもないし、女の子もいるし、まあ、もう一回行ってみようってなった。二回目だから、ちょっと慣れてて、トイレにはすぐ入れた。そんで友達に、これだよ。って落書きを見せたんだけど、よく見ると、以前と違う。 いや、一緒なんだけど、過失されている。わしは死にたくない。わしは死にたくない。殺してやる、殺してやる、殺してやる。ちょっとぎょっとしたけど、やっぱりいたずらだと思った。でも筆跡はすごく似てて、なんか浮き出たような文字は、なんで書いたのかよくわからなかった。友達に、前はこの部分はなかったって言って、脅かしてその日は帰った。しばらくして、 またまた、なばら境に行こうって話になった。いい加減3回目で飽きてたんだけど、落書きが増えてたら面白いと思って、暇にかまけて、また行ってしまった。もう慣れたもので、トイレの少し手前の狭い場所まで車を乗り入れ、車を降りてトイレに入る。前、落書きがあった場所を見ると、増えてる。今度は何が書いてあるんだちょっと期待して見てみると、 わしは死にたくない。わしは死にたくない。殺してやる、殺してやる、殺してやる。〇〇殺してやる、〇〇殺してやる、〇〇殺してやる。〇〇,る〇,〇は俺のフルネームだった。相変わらず、おどろおどろしい文字。しかし今度は、殴り書きしたような感じで書かれていた。一瞬、何が何だかわからなくなった。俺の名前は、ちょっと変わってて、そうはいない。 これは俺の知っている誰かのいたずらなんだろうか。友達は、ひどいことする奴がおるの。絶対いたずらじゃ。気にしんさんな。って言って、女の子が持ってきていたマネキア用の除光液で落書きを消してくれた。いたずらにしても心当たりは全くない。最初は一緒に行った友達を疑ってしまったが、そいつに落書きの話をしたのは、それが初めてだったし、 以前言った友達は、それぞれ俺以外の接点はない。俺の主観だけど、落書きの文字は、それぞれ別の人間が書いたようには見えなかった。一番最初の、わしは死にたくない、わしは死にたくない、は、俺の知らない頃から書いてあったし、本当に幽霊の仕業かもと思った。すげえ怖くて、しばらくトラウマで、夜一人で歩くのが怖くなったりした。今なら許してあげるから、 犯人いるなら出てきてくれ。人間って分かれば幾分気が楽になる。まあ、それもそれで怖いけど、俺の一昨年の死ぬほどシャレにならない怖い体験。